まりさ、このチャンネルって FBI に関する動画が人気じゃない？そうだな。100万回再生を超える動画もあるからな。そうよね。でも最近 FBI に関する動画やってないなーって思って、もうやってくれないのかしら？もしかしてネタ切れ？いや、そんなことはないぞ。今回は FBI に関する心理テストの動画を用意したからやってみてくれ。そうこなくっちゃ。じゃあ今回の動画では怖いぐらい当たる。FBI で使われた心理テスト、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。では早速診断を始めていくぜ。はじめに行ってもらうのがサイコパス診断だ。サイコパスか。このチャンネルでも何度か取り上げてるけど、自分がサイコパスだったらどうしよう。サイコパスの特徴などはこのチャンネルを見てる人ならよくわかるかもな。そう気負わずやってみてくれ。画面の前のあなたも一緒にやってみてね。では始めよう。あなたはショッピングモールに遊びに来ていた。しかし、突如現れた強盗犯に、人質として強盗犯のアジトまで連れ去られてしまう。その日の晩、強盗たちは飲めや騒げやの大宴会を始めたが、その時のあなたは一体どんな状況だったのか4つの答えの中から選んでくれ。A、宴会の余興にと、見せ物として暴力を振るわれた。B、存在を忘れられていた。C、強盗たちから食事などを差し入れられた。D、強盗たちと一緒に宴会に参加し、盛り上がった。A、絶対 A は嫌だわ。では考えてみてくれ。どうだ？決まったかな？なんとなく B かな。映画とかのシチュエーションでも、忘れられてそのままにされてるパターンが多い気がするわ。霊夢は B か。なるほど。な、なになに、ドキドキしちゃうじゃない。いや、では早速診断結果を見ていこう。まずは A の答えを選んだあなただ。宴会の見せ物で暴力とか、絶対に嫌なやつ。アングラの漫画っぽくて怖いわ。あなたのサイコパス度は第3位だ。もしかしたらあなたは、被害者意識が強く、普段から我慢が多い生活をしているのかもしれない。自分さえ我慢すればと、押さえつけているものが噴出すると、手をつけられない事態になる可能性があるんだ。ああ、普段おとなしい優等生タイプが切れると、ものすごく暴れたりすることあるわよね。反動が来るのかしら？ふむ。このタイプの人は、社会に不満を持っていることが多く、単独犯のテロリストになる可能性も秘めているんだぜ。テロリスト。まああくまで心理テストの結果として、軽く捉えてくれよ。次に B を選んだあなただ。霊夢も B を選んでいたな。そうよ。どんな結果が出るのかしら。ドキドキ。あなたのサイコパス度は、なんと1位だ。1位、めちゃくちゃサイコパスじゃない。まあ落ち着け。霊夢がサイコパスでも、私はずっと霊夢の友達だぜ。変な慰めやめて。とりあえず落ち着いて説明を聞いてくれ。あなたは普段から仲間外れにされている。などと、疎外感を強く感じる承認欲求が強い人のようだ。認められたい注目を集めたいと、わざと気功に走ったり、自分を正当化しがちなところがあるみたいだな。仲間外れにされてるとまでは思わないけど確かに陽気の輪に入れない。とかは思ってる。霊夢が気功をしていたらちゃんと構ってあげるから安心してくれ。その慰めいらないわ。次に C を選んだあなただ。あなたのサイコパス度は0の第4位だぜ。私は堂々の1位だったっていうのに、引きずっているな。あなたはどうやら周囲の人に恵まれて育ってきた人のようだ。そもそも反社会性、反道徳的な考えがなく、自分の怒りや恨みを晴らすことよりも、犯罪を行った際のデメリットの方が頭に浮かび、大きな悪事を働くことはないみたいだな。確かに悪いことをしようとするときってそういうデメリットがストッパーになるわよね。悪いことしようとしてるのか？いたずら程度よ。最後に D を選んだあなただ。あなたのサイコパス度は第2位となっているぜ。あなたの中にはみんなでやれば怖くないという思いがあり、悪いと思っていても仲間の誘いを断れないような部分があるみたいだな。ああ、みんなでやれば怖くないって、なんかわかるわ。妙な結束感があるのよね。信号待ちをしていたりする時とか、赤信号で渡る人がいたりすると、ついつい私も渡っちゃえって思ったり、そういう気持ちはわからなくはないぜ。しかしそういった積み重ねが、悪い仲間からの誘いで犯罪に手を染めてしまったり、気づけば集団犯罪のグループに属していたなんてことにもつながるかもしれないんだ。今 SNS でもそういう闇バイト流行ってて、社会問題にもなってるもんね。大事なのは強い意志を持って、何が正しいことかを見抜く力をつけることだぜ。私も気をつけるわ。サイコパスだからな。それ言わないで。二つ目の診断もサイコパス診断を行っていくぜ。二つ目もサイコパス診断なの？
これでサイコパス度が高かったら、私たち治れないんだけど。まあまあ。もしかしたらこれで挽回できるかもしれないぞ。では早速始めていこう。あなたは仕事が終わって家に帰宅してきた。家の中に入ると、飼い猫がいなくなっていることに気づく。さて、飼い猫はどこに行ったのだろうか?4つの中から選んでくれ。A、窓から逃げた。B、隠れている。C、もともと猫なんていない。D、泥棒に盗まれた。A、どれかしら。っていうか C のもともと猫なんていないとか怖すぎるわ。ふふ。では一つ選んでくれ。どうだ?決まったかな?私は B の隠れている、にするわ。おお、霊夢は B か。ふむふむ。な、何よ、気になるじゃない。まあまあ、結果を聞けばわかることだぜ。結果を見ていこうじゃないか。まず A を選んだあなただ。あなたのサイコパス度は 0% のようだな。あなたはものすごく一般的な、ごく普通の人のようだ。A は0か。次の私の結果はどうなのかしら。次は霊夢も選んだ B だな。B を選んだあなたのサイコパス度は、なんと 90% なんだ。ちょっと待ってよ、なんで?本日2回目の絶叫だな。私のサイコパス疑惑が濃厚かつ確実なものになってしまったじゃないの。まあそう気を落とすなよ。ただの心理テストなんだからな。あなたは表面上はニコニコと笑みを浮かべているが他人に対しても疑心暗鬼になっているようだ。相手が善意でやってくれたことに対して、それを素直に受け入れられないことがあるんじゃないか?確かにそういう部分あるかも。私なんかにそんなことしてくれるなんてなんかドッキリじゃないかとか思うのよ。一般人が普通ドッキリとか仕掛けないけどな。続いては C を選んだあなただ。もともと猫なんていなかったってやつね。ああ。これを選んだあなたのサイコパス度は 30% だぞ。かなり低いわね。あなたは他人の言うことを、素直に信じられない天の弱なところがあるみたいだな。天の弱か。子供なのかな?それにしても一番サイコパスっぽいのがこれだなと思ってたのに。それをあえて選んでいるのが天の弱なのかもな。最後は D を選んだあなただ。あなたのサイコパス度は 70% だぜ。なかなかの高さね。あなたは何かトラブルがあると責任を他人にすりつける責任転嫁タイプだな。上司や先輩にいてほしくないタイプ。このタイプは自己保身に走りがちだが、もともと頭がいい人が多いので、考え方を少し変えるだけで大成功する可能性もあるんだぜ。秘めた才能があるのね。私もこういうのが良かった。さて続いてもサイコパス診断だ。また、これでまた高い数値が出たらサイコパス確定じゃない。そうかもな。いやいや、ちょっとはフォローしなさいよ。このままだと FBI に徹底的にマークされちゃうじゃない。まあまあ、早速診断を始めようじゃないか。あなたは大事な人と待ち合わせをしている。だが寝坊してしまい、このままでは遅刻してしまいそうだ。この時あなたは、一体どんな行動を取るだろうか?考えてみてくれ。今回は特に選択肢などはなく自分の考えを教えてくれ。遅刻しそうな時に取る行動か。少し考えてみてくれ。どうだ?私はやっぱり、相手に電話なりメールをして連絡を取るわ。寝坊して遅れる。って、ふむふむ。なるほどな。それで、結果はどうなの?実は霊夢のように相手に連絡をするという人や、嘘の理由を言うと答えた人も普通の人なんだ。よかったー。今回は普通の人だったわ。安堵がすごいな。でも嘘の理由を言うも普通なの?これは意外だわ。これ以外にも急いで向かうとかも普通の人だな。じゃあサイコパスの人は一体どういう行動をとるの?サイコパスは自分で事件や事故を起こして、間に合わない理由を自分で作る、と答えるんだぜ。怖すぎる。次にやってもらうのは心の広さ診断だ。心の広さ診断。これはまた人間性を試されそうな診断ね。安心しろ。霊夢がどんなクズでもずっと友達でいてあげるからな。なんでクズ前提?まあ気にせずやっていこう。あなたは高校生で、学校に来ると朝、担任の先生がこんなことを言った。昨日先生は、タバコを吸っている生徒を目撃した。心当たりのある者は職員室まで来るようにと。実はあなたは昨日繁華街でタバコを吸っていて、それを見られてしまったようだ。あなたは言われた通り、職員室に向かったが、そこであなたが見た光景は、次のうちどれだろうか ?A、自分一人だった。B、他にも2、3人の生徒がいた。C、他にも7から8人の生徒がいた。自分以外にもいたかどうかなのね。これは私の心理的には、みんなはどれを選ぶかな?考えてみてくれ。
どうだ？決められたかな？私は B、自分一人だと思って言ったら、他にも何人かいたと思うとホッとすると思うから。ふむ。なるほどな。では診断の結果を見ていこう。まず A を選んだあなただ。あなたはちょっとした危機に直面した時に自分一人だと思ってしまったようだ。先生にたくさん怒られ、家に連絡されるのではないか？などと不安なことばかり思い描いてしまうタイプのようだな。割と普段の生活でも悩みがつかない人が多いようだな。なんか意外だわ。一人だと思って職員室に行ってるはずだからこれを選ぶ人多そう。確かにな。そして B を選んだあなただ。霊夢も B を選んでいたな。どんな結果なのかしら？ B を選んだあなたは、ごく普通の考えのタイプだぜ。よかった。とりあえずクズは免れたわ。怒られるのは嫌だけど、まあ他にも人がいるならいいか、と思わなかったか？そうね。仲間がいるからちょっと安心だわ。そんなあなたは、辛い状況においても余裕を持って対処できるので、どちらかというと世渡りが上手いタイプが多いようだな。よかったな。最後に C を選んだあなただ。あなたは楽観的なタイプのようだぜ。これはなんとなくわかるわね。自分以外にも、たくさんそういう人がいるだろうなって思ってるところが楽観的よね。これを選んだ人は心は大きく、ずぶといだろう。友達から人生楽しそうだよねとか、悩んだことあるの？なんて聞かれた経験もあるかもしれないな。次の診断は深層心理を探る診断だぜ。まずこの絵を見てみてくれ。男女が一緒に立っている絵ね。ああ、この診断は、絵を読み解く作業の中でその人の深層心理を探る心理テストとなっている。使う絵は同じでも質問が毎回違ってくるからそれぞれの問いに答えていってくれ。わかったわ。次の一枚の絵を見て、あなたが感じるものに最も近い選択肢を一つ選んでくれ。さて、この絵の男性は一体何をしているのかな？ A、引き止める女性を振り切っている。B、女性の浮気相手に喧嘩を仕掛けに行く。C、仕事に行く。D、男性の行く先は決まっていない。そう言われてると、全部それなりに見えてくるわ。では少し考えてみてくれ。どうだ？決まったかな？私は A だと思うわ。ふむ。霊夢は A を選んだんだな。では早速結果を見ていくぜ。まず霊夢も選んだ A を選んだあなただ。あなたは非常に目的意識がはっきりしていて、目標に向かっていく意志も人並み以上に強い人。なんか今日初めて褒められた気がするわ。それは良かったぜ。あなたは地に足がしっかりとついており、足取りも軽やか。だが時には自信過剰になることもあるようなので、そこには注意が必要だぜ。はい、気をつけます。次に B を選んだあなただ。女性の浮気相手に喧嘩を仕掛けに行くっていう物騒なやつね。あなたは自分の目的をはっきりと自覚している人。潜在的に他人に対する敵意や攻撃心があり、あなた自身も他人から恨まれやすいため、周囲にはそれなりに敵を作っているかもしれないぞ。周りに敵が多い人っているわよね。次に C を選んだあなただ。あなたはとても現実的で、地に足のついた行動を取る傾向があるようだぜ。ふむふむ。これが普通って感じね。最後に D を選んだあなただ。あなたは将来の自分の進路に迷いを感じているのかもしれないな。自分は今のままの状態でいてはいけないと、少なからず感じているようだな。自分の未来に迷う時ってあるわよね。では同じ絵で、引き続き診断をしていくぞ。先ほど選んだ選択は一旦忘れて考えてくれ。この絵の女性は一体何をしているのだろうか？ A、引き止めている。B、誘惑している。C、送り出している。D、罵声を浴びせている。これも全部そう見えてくるから不思議。ではまた考えてみてくれ。どうだ？私は C の送り出しているかな。ふむ。では結果を見ていくぜ。まず A を選んだあなただ。あなたは他人の行動を黙って見ていることができない人のようだな。おお、気の強い、正義感があるタイプかしら。私とは真逆だわ。相手が自分の意思に反する行動を取った場合、一言も物申さないと気が済まないことがあるぜ。次に B を選んだあなただ。あなたは大胆で積極的な一面を持っているみたいだな。確かに誘惑してるなんて発想が大胆よね。そして自分の気持ちが表に出やすい人でもある。周りからわかりやすい人と言われることも多いはずだ。感情が豊かで情熱的なのかもしれないな。次に C を選んだあなただ。霊夢も C だったな。あなたは相手の立場や意思を尊重し、思いやることができる人だぜ。いいこと言われた。たとえ自分と相手の価値観が違ったとしても、その人のありのままを認め、受け入れようとする器の広さがあるぞ。よかったな。
相手に否定意見を言えないだけとも言える。おう、最後は D を選んだあなただ。あなたは何かと文句の多い人のようだな。日常での些細な出来事が、あなたのストレスの種になっていて、現状に満足することが少ないと感じているんだ。確かに常に何かの文句を言っている人っているわ。しかしあなたが周りに対して不満を抱いているのと同じように、周りもあなたに不満を抱いている可能性があるから注意しよう。では今度はまた同じ絵からこの男女の関係を答えてもらおう。A、男性は女性から逃れようとしている。B、女性が男性を理解していない。C、男女は無関係。無関係ってことはない気がするけど、少し考えてみてくれ。どうだ？私は B かな？なるほど。では結果を見ていくぜ。まずは A を選んだあなただ。あなたは自分が進みたい方向を、自覚はしているもののそれを現実化することに困難を感じているようだ。大人になるとぶち当たる壁ね。基本的にあなたは独立どっぽな人で、他人の力を借りずに自分の力で歩いていくことを望んでいるようだな。自分の力だけでやっていこうとするとなかなか難しいこともあるわよね。次に B を選んだあなただ。霊夢も B を選んでいたな。そうね。どんな結果が出るかしら？あなたは根本的に人間関係に不信感を抱いているのかもしれないな。なんか陰キャっぽい結果が出てきた。特に男女関係においては、所詮他人同士が分かり合えるわけはない、と考えているんじゃないか？なんかすごい冷酷な人間っぽい。最後に C を選んだあなただ。あなたは相手が誰かなどではなく、男と女という関係性そのものについて葛藤しているぞ。なんか深い。では次が最後の診断だ。絵の左奥にある階段から、誰かがやってきた。階段からやってきたのは誰だろうか？ A、男女一緒にやってきた。B、男性だけがやってきた。C、女性だけがやってきた。これは直感ね。少し考えてみよう。どうだ？決められたかな？これはパッと決めたわ。私は B の男性だけがやってきたにする。ふむ。霊夢はそうか。では診断結果を見ていこう。まず A を選んだあなただ。あなたは人間関係に信頼を置くことのできる人だな。一人でいるよりも誰かと一緒にいた方が、気持ちが落ち着き、自分らしくいられるようだ。次に B を選んだあなただ。あなたが女性の場合、あなたは、保守的で基本的に受け身の人だな。なんとなく当たってるわね。自分からグイグイっていうのはないかも。そしてあなたが男性の場合、自立心と独立心がある人だぜ。恋人とも、いつも一緒にいてベタベタするより、お互いのプライバシーや意思を尊重し、双方のペースを保った交際を望むようだ。最後に C を選んだあなただ。あなたは自力で何かを築いていくより、縁の下の力持ちのようにサポートする方が得意な人だぞ。ということで今回は、怖いぐらい当たる。FBI で使われた心理テストをやってもらったがどうだった？最初のサイコパス診断はヒヤッとしたけど後半の診断は興味深かったわ。霊夢はサイコパスの気が多いようだったな。蒸し返さないで。画面の前のあなたはどうだったかな？意外な診断結果だった、という人はぜひコメントで教えてね。じゃあ今回はこの辺で終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。